土が見つかるのよ、収容所、収容所。さあ始まりました、土が見つかる収容所でございます。今週のテーマは虫たわスタンプ。それでは解説役の土井さんに来ていただきましょう。どうぞー。いやどうも、お前の土井でございます。今回は虫たわスタンプの凄さをご紹介したいと思うんですね。さあまずは今日最初のこちらのトピックからご紹介したいと思います。こちらです。好きスタンプは脳みそにいい、記憶力を向上させてくれる。私が勝手に分析したところですね、これ好きスタンプなんですけども、これ後ろにハートがありますよね。で前に二人の男性がこう立ってて、こうハートのマークを手でしていると、このですね黄金比と言いますか、あだから葛飾北斎の波みたいなもんですよね。この黄金比が記憶力を向上させるんじゃないかと私は考えているんですね。それからですね、この手の形ですね、向かって左側の男性を見ていただきたいんですが、これすごい手の形してますね。これ人間としては絶対にありえない形をしているんですけども、これどういう形をしているんでしょうね。こう逆ですよね、完全に。ちょっとこれよくわかんないんですけど、まあ、このミスと言いますか、おかしい手の形も記憶力の向上につながると。素晴らしいスタンプなんですね。それじゃあ一旦 CM 入ります。いちいちテヘペロテヘペロって言いたくないですよね。やらかしたー、テヘペロテヘペロテヘペロー。でも私は大丈夫、無知のスタンプは需要ドリンクした品揃え3時間会議した使いやすくて面白いスタンプ一つでこんなに変わるものなんです。1225-4-8-9-6だからできたこと。さあ続いてのトピックはこちらでございます。これでもかスタンプは構成にぴったり、暴力をトラウマに。私が勝手に分析したところですね、こちら見ていただきたいんですが、このこれでもかスタンプですね、これ見るからに狂気を感じますよね。これ目と口がちょっと怖いですね。こうギョッと睨んでくるようなね。これ手がどうなってるんですかね。これね、これ右手が消失してしまったんでしょうかね。これほんと左手もちょっとよくわかんないですよね。これね、すり鉢みたいになってますから。で、このですね、右側の男性を締め殺している。締めて苦しめているのかもしれません。そして、こちらをギロッと睨んで、これでもか。これはね、非常に怖いですよね。これをですね、例えば、まあ、息子さんが、暴力でね、暴力を振るったり、犯罪を犯すようなですね、ひどいね、お子さんだとしたら、これをですね、送ればね、もう一発でその暴力が解決すると。もう暴力なんて、ああ、やばいわ、こいつみたいに暴力しちゃったら、こいつに殺されちまう。そういうように、心理がですね、動きまして、暴力が解決するんじゃないかと、そう思っているんですよね。ですから、時計仕掛けのオレンジみたいな、あんな感じになるんじゃないでしょうか。それでは、一旦 CM 入ります。こんにちは、や、ごめんね、てへてら、これでもか。これでもか。おやすみ。おやすみ。魔法のスタンプで仲良かった友達もポポポポーン。は？え？怒るぞ。怒るよ。スタンプ送るたび友達減るね。さあ、最後のトピックはこちらでございます。怒るよスタンプは子供のしつけに最適、お子さんを叱るときに使おう。私が勝手に分析したところですね、こちら見ていただきたいんですが、これもう明らかにおかしいですよね。これね、これ手がどうなってんですか。クリームパンみたいになってますから。ほんでこれ力こぶが2個あります。ラクダみたいに2個ありますよね。ほんでそれに消しカスがなぜか降りかかっていると、
ちょっともう手の時点で意味がわからないんですが、もう体はですね、もうこれスカート履いてるんでしょうか。中からニョキッとね、なんか霧の頭みたいな足が飛び出してしまっています。で、服には虫という模様。ほんでこれ、どういう髪型なんでしょう、これ。頭からなんか、ひじきが生えておりますけれども、こう頭どういう髪型なんかよくわかりませんが、変な顔で、怒っておりますね。これ明らかに怖いですね。さっきの、これでもかスタンプよりもちょっと怖いですから、明らかに絵のタッチがいかれてますよね、この、ちょっと角張ってるというか、ちょっとブツブツというか、ちょっと絵のタッチがもう本当にいかれてますから、まあちょっと怖いということはわかっていただけたと思うんですが、例えばですね、お子さんがですね、ちょっと悪いことをしてしまったと、そういう時にですね、だから赤鬼の電話みたいな感覚でですね、おい、お前、こんなことしたら、こいつが襲いかかってきちゃうよ、家に来ちゃうよ、なんて言ってしまったらですね、子供はですね、もう絶対に、次からですね、そういう悪いことというのはやらないと思います。なぜなら、このスタンプは怖いからです。これをですね、見せれば、その悪いことというのも解決するのではないかと思うんですね。それでは、いたしてまいります。無秩序スタンプ、ついにできたよ。無秩序スタンプ。無秩序スタンプ、いつってさ。画力のなさが浮かび上がる、誰とかなカオススタンプ、クソスタンプ付き。さあ、いかがでしたでしょうか。虫タワースタンプのお凄さ、伝わっていただけたでしょうか。現在、虫ちゃん&タワーさん、無秩序スタンプは、不評発売中でございます。LINE ストアからですね、50コインで購入できますので、ぜひ購入していただけたらなと思います。記載の URL に、12254896です。お間違いのないようにしていただきたいと思います。ぜひ購入してみてください。さあ、いかがでしたか、コンセントお兄さん。それ、そんなわけないんじゃないかなーなんて。コンセントさんは、記憶力が落ちてもよろしいと、おっしゃるわけですか？いや、よくないですよ。このように、暴力がはびこっても、よろしいと宣言されるわけですか？いや、そんなことは全然ないです。でも、そもそもそんなに、怖くないし、この好きスタンプが、そんなに。さあ、ということで皆さんも、ぜひ貼ってみてはいかがでしょうか？それでは、次回の、進歩が見つかる発展までお会いしましょう。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。